ポルトコトクリスティアン・ポルトゲス・マンサネラは、スペイン・ブルシア出身のサッカー選手。ポジションは MF。バレンシア CF の下部組織から17歳で、バレンシア CF、メスタージャに昇格し、選手デビュー。その後2012年1月にトップチームの選手に怪我が、相次いだためにトップチームから声がかかるようになった。 しかしトップチーム初出場は2014年2月27日となり、この試合では、フェデリコ・カルタビアとの交代で、途中出場、UEFA チャンピオンズリーグ2013から14での一戦でのデビューとなった。プリメーラ・ディビシオン初出場はその3日後で、スターティングメンバーに選抜されたが、イエローカードを提示され、クラブも敗れた。2014年7月11日に、 セグンダ・ディビシオンのアルバセテ・バロンピエに買い戻しオプション付きで売却された。10月18日にプロ初得点を記録した。2016年6月21日にアルバセテが降格したために同じくセグンダ・ディビシオンのジローナ FC に移籍。8得点8アシストでクラブ史上初の一部昇格に貢献した。2017から18シーズンでは11得点を記録し、 昇格組みながら注意躍進に貢献した。2019年6月18日、レアルソシエダと5年契約を締結したことが発表された。ありがとうございます。